経験主義、経験主義、経験、主義は特定の教義を遵守することではなく個人の経験な内面的信条に信仰の本質を見る信仰的立場を言う。この傾向はキリスト教師の中に幾度も見受けられるがそれが明確な運動として現れたのは経験主義の父とも呼ばれるドイツのフィリップ・シュペーナーにおいてである。日本語においてもドイツ語のピエティスムスや 英語のバイエティズムという語がそのまま用いられることもある。宗教改革に橋を発したルター主義も17世紀頃になると、教理の解釈や説教に耳を傾けるのみの受動的なものになっていた。正当主義に見られたこのような風潮に対抗したのがシュペーナーであり、一般の信者の積極的役割と禁欲的な生活を説いた。 1666年、フランクフルトアムマインのルター派教会の牧師になった、彼は、教会の改革に着手し、献身令の確立などともに、互いに信仰を深め合う目的で信者が、定期的な集会を開くことを提唱した。1670年に、コレギアピエタティス、敬虔な者の,の集いの意の名のもとに集会を自宅で、目、週2回集って、祈ったり聖書を読み合ったりした。 経験主義の名はこれに由来する。1675年に表した文書、ピア・デ・シデリア、経験な願いの意では、ルター派の衰退の理由を挙げ、信者の不道徳や、教会が貴族に牛耳られていることなど、改革案として、前日の集会の必要性を述べ、さらに競技的な論争は、極力避け、ルターの万人祭祀の思想を活かすためにも、信者の一人数とが、 積極的に教会に関与することを提唱した。この提言は、好意的反響を呼ぶとともに、一方でルター派政党主義からの批判にさらされることにもなった。なぜなら、彼は心情を重視するので、反地政主義、主観主義になりかねないと判断されたかである。また、義人よりも、禁欲的、再生に重点を置く神学的立場は、 本来のルター主義とは異質であったことも影響している。ザクセン選定校、ヨハンゲオルク三世の飲酒癖などの批判で反感を買ったシュペーナーは、1691年にブランデンブルク選定校、後のプロイセン王フリードリヒ一世の招きでベルリンに移住し、終生そこに滞在することとなった。シュペーナーの実質的な後継者となったアウグスト・ヘルマン・フランケは、 真の愛の一滴は、知識の大会よりも尊いという主張のもとに活動し、学校や工場の設置を手掛けた。また、多くの伝道者を海外に送り出し、プロテスタント教会の宣教活動の先駆者となった。シュペーナーによって始められた経験主義運動は、フランケの熱心な実践活動において、ピークを迎えたが、フランケの没後は徐々に廃れることとなった。 廃れた理由として、総じて経験主義は、偏教な立法主義や、反地性的な教育方針を誇示したためだとする、指摘がある。改心体験の極端な重視や、反地性主義また禁欲的立法主義に出する、危険性を持ちわせるが、聖書中心の信仰生活の大切さを解き、信者の役割の強調において、貢献を出したと言える。経験主義は、 競技的束縛からの自由において、啓蒙思想の備えをしただけではなく、カントやゲーテといった思想家にも影響を与えている。また、音楽の父と呼ばれる J.S. バッハにも大きな影響を与え、マタイ受難局、ヨハネ受難局をはじめ、数々のカンタータの中の特にアリアの作曲に影響を与えている。南西ドイツのビュルテンベルクでは、 民衆のうちに根付いた独自の経験主義が、ヨハン・アルブレヒト・ベンゲルを中心に発展し、学問性と高い冷静に裏付けられた、聖書主義が生まれた。メソジストを起こしたジョン・ウェスレイは1735年に、アメリカのジョージアへの道中、モラビア兄弟団と知り合い、モラビア派経験主義の感化を受けたが、後にモラビア派が教義を軽く見る変更があることから、他元を明かすことになった。 ベストファーレンと並んで、かつてのビュルテンベルク王国のあった地域は、特に経験主義に特徴を付けられている。この地域は17世紀初頭、当時の諸物価高騰によって、困窮状態に陥っていた。30年戦争、とりわけ1634年における、ネルトリンゲンの戦い以降、この地域は、さらなる苦境に陥った。ベストファーレン条約以降の時代において、 貧困との戦いと日常生活の再建が求められたが、日々の仕事を礼拝の一部とみなするター派的解釈が、この状況を助けることになった。この地域住民に生じた、遊興志向は、貴族階層において受け入れがたいものに思えていた。この地域では対立する双方の陣営に、新教と的信仰を寛容する文書が入ってきた。それらは、 ビュルテンベルクの経験主義に強い影響を及ぼした。第一世代の経験主義者は、教会において指導的な役職を持った。1688年に、中便ン,ン大学教授に就任したヨハン・アンドレアス、ホフ・ホステッター、1637年から1720年は、1681年にマウルブロン教、区長、1689年に、 ベーベンハウゼン教区長に就任した。彼は、教会と社会にある、不合理さを批判し、信仰教育改革、及び、検診令導入に尽くし、1722年に、実現した。その息子、アンドレアス・アダム・ホッホステッターは、シュトゥットガルトの宮廷教会牧師、チューンゲン大学副院主義進学部教授にも、就任した。チューンゲンシティフトの進学生が研究の、 ため経験主義者の集会に訪問することがあっても、ビュルテンベルクにおいて、経験主義的行為はルター派政党主義から否定された。アンドレアス・アダム・ホッホステッターはルター派政党主義と、経験主義の調停に尽くした。1730年になると、ビュルテンベルクでの経験主義運動の大半がラジカルな、方向性を示すようになった。とりわけ、シュペーナーの求めに従うようになり、 カビな洋服、喫煙、飲酒癖、ダンス、喜劇、カード遊びをののしるようになり、娯楽、遊興、音楽のあらゆる種類に反対するまでになった。ビュルテンベルクの経験主義を特徴づける人物は、ヨハン・アルブレフィト・ベンゲル、1687年から1752年である。彼の聖書主義的、救済史的な神学は、ビュルテンベルクの多くの牧師、 その後継者たちに影響を与えた。彼の著名な弟子で、牧師、歌曲作家でもあったフリップ・フリードリヒ・ヒラー。1698年1769年、シュービンゲン大学福音主義神学部教授のエレミアス・フードリヒロイス、1700年1777年は、ビュルテンベルクにおける、あらゆる世代の牧師たちに影響を与えた。ヨハン・クリスチャンストール。 1712年1773年は、両方教会の指導部に入り。フリードリヒ・クリストフ・エッティンガー、1702年1782年は、自身の進学に、他の様々な伝統を組み入れ、さらに、ビュルテンベルクの経験主義に影響を刻みつけた。同様なことがフリップ・マタイオス・ファーン、1739年1790年にも当てはまる。 1743年、経験主義者の秘密集会が、周辺の関係者たちから尊敬を受けて、正式な承認を受けることになった。しかし、経験主義者たちにおいて、分離主義的な考え方が広まっていった。このことがビュルテンベルクにおける、経験主義の強化、安定化を促進した。神徒説教者、ヨハン・ミハイル・ハーン、1758年1819年、18 は、多くの影響を与えた、思想家で、今日まで存続している、ハーン共同体の創設者である。同様に、クリスチャン・ゴッドリーブ・プレギツアー牧師、1751年1824年の働きに起源を持つ、プレギツアー共同体も存続している。ミハエル・ハーン、ヨハン・アルベルト・ベンゲルとフリードリヒ・クリストフ・エッティンガーのような、ビュルテンベルク経験主義の不祖たちは、 すべて若い行為を擁護した。19世紀に入ると、ビルヘルムスドルーフの別あるで、終末論的思想と、新しい礼拝式分導入に反発した、経験主義たちによる、ベッサラビア、クリミア半島、ボルガ地方、カザフなどへの移民が始まった。コルンタールとビルヘルムスドルーフの2つの経験主義者、共同体が、教会による特権を得た形で設立されるに至った。 経験主義者たちは、ビュルテンベルク福音主義宗教会内において、共同体レベルから総会まで関与している。それゆえ、今日までビュルテンベルクにおいて強い経験主義の流れが存在している。依然として、経験主義者の総会内派閥、イケル神徒共同体は、ビュルテンベルク宗教会総会において、最大派閥である。ただ、経験主義者たちの影響力はこの地域において、 たびたび課題評価されてき、ありふれた出来事、振る舞いまでも十分に確かめずに経験主義者たちの影響とみなしてきたからである。ビュルテンベルク福音主義宗教会内における経験主義者と非経験主義者の関係は重要事項あるが、ビュルテンベルクの福音主義において部分的に強い緊張をもたらしている。総会内の諸派閥の思惑によって一人の 宗教会監督を総会で選出することが紛糾した過去もある。2005年の宗教会総会前、イケルシンと共同体は自派の候補者を諦めた結果、フランク・オトフリーとユリーが第一回投票で多数を得て選出された。その投票において、イケルシンと共同体と中間派、福音と教会とが接近したことが示された。福音と教会は過去において、 どちらかといえば、左派的派閥の開かれた教会と共同補助をとていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。